こんばんは、こんばんは、こんばんは、こんにちは、こんにちはかもしれないですね。いやーまあいいかです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 、こんばんは、こんにちはかもしれない、こんにちは、こんにちは、よいしょ、こんにちは、こんにちは、今日も見に来ました、ありがとうございます。村山優香です、村山優香です、村山優香です。どっちかな、こんにちはけど4時だからこんにちはかもしれない。今日も来たでーす、ありがとうございます。キリこんにちは、あと30分後ぐらいだったらこんばんは、もしかすると。どうも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 、こんばんはこんばんはって言っちゃう、嬉しい、ありがとうございます、こんばちはこんばちはね。そう今日ね暗いですよね、雨なのかなね、そう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 、びっくりしちゃったよ。じゃあもうこんばんはでとか言ってさ、沖縄の方とかだったらまだ全然明るいよみたいなねこんにちはこんにちはね、え寒いね、寒いですね。私は今日はあのにねネックウォーマーデビューしました。もうだんだんもう冬ですよ完全に。コメント読んでよ、こんにちはこんにちはこんにちは。北海道真っ暗か、やっぱり真っ暗なのか、北海道寒そうだな、もう何度なんだろうね、まだ明るいですよ、やっぱりやっぱりヒートテックデビューするか、へえ遅めですね、だいぶあれだね。けどもうさすがに寒がりじゃない方でもヒートテックデビューするぐらいの寒さではあるのかな、もしかしたら。こんにちはこんにちはこんにちは、ありがとうございます。9度ひー寒いけど北海道の方からしたらまだあったかいとかあるのかな、そういうの。休憩中お疲れ様です、休憩中にありがとうございます。そう相変わらずおしめは嬉しい、ありがとうございます。東からからね、九州の方は明るいと思いますね、明るいんじゃないかな、から親はまだ全然暗くないよって思ってるかも、私の親は。ハーモニクスさんありがとうございます。5度下回らなかったら、あーすごい、すごいね。福岡は一番低くて0度とかマイナスっていう言葉はあんまり聞かなかったので、そう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 、ありがとうございますカズさんありがとうございます。雪うひー寒い寒い寒い、これねあの濡れた後があれだよ、風邪ひいちゃうから気をつけてくださいね。喉が確かにね、暖房はねあれだよね、そう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 。ハーフツイネズありがとうございます、ポニテです、ポニテ低めのポニテ、こんにちはこんにちは。ね、浅草行きましたが、あ、泊まるスペースがない人、そうなんですね。私が行った時はそんなに人いらっしゃらなかったけど、日曜日だからかな、雨なのにね、そりゃあれだね。けどいいかもね、いいのか悪いのか分かんないけど、鳩がいないっていう面に関してはいいかもね鹿に囲まれたことすごい、鹿ね、餌売ってありますよね、鹿せんべいみたいな。スリーショットありがとうございます、そうそうそう、スリーショットあげましたね、昨日のお話し会の3人ですね。
あら寝込んでる、あらあらあらね、そうだよね、あのね、あれがね、気温差がどうしても。今日の服も可愛い、ありがとうございます。お、当たった、おお、嬉しい。あれだね、楽しみですね、ありがとうございます。こんにちは、こんにちは、ありがとうございます。ハート、こんにちは、こんにちはすごい定期的に人数をありがとうございます。静岡風すごいよ。やっぱりなん台風ですかね、今は台風が来てるんですか。こんにちは、こんにちは。追加で当たって、あら嬉しい。追加で当たってくださった方もいらっしゃるのね、ありがとうございます。応募していただいてとても楽しみです。まだね、先輩方とはね本当にお話をする機会というものもあまりなくっていう、プラス私が本当に人見知りすぎて、あの全然お話を声をかけられていない状態です。そうなんですけどね、すれ違った時とかはあのお話しさせていただいてますね。お疲れ様ですっていうのと一緒に、こんにちは、こんにちは。確かに北海道に台風行ってますみたいな、あんまり見ないな。九州は多いけどね、台風ね。ね、アンテナ可愛いの、ありがとうございます。そう、私はすごい人見知りなんですよ、実はこう見えて人見知りなんです。だからね、なかなか先輩方とお話はまだしてないですね。世界一のポニーテール、やった、世界一だ。全然見えないですよね。私もね、なんかこの配信をしている自分だと本当に人見知りって思っちゃうけど、実は人見知りなんです。一緒一緒だ、一緒一緒。そうそうそう、ハートありがとうございます。ハートもありがとうございます。こんにちは、こんにちは。そうなんです、せっかくグルメ、グルメとか、おお、テレビ、おいしそう、グルメ番組。そう、今日はね、なんかね、あんまり人と喋ってなさすぎてまだ脳が働いてないあー、マリクさんありがとうございます。そう、頭が働いてないのでのんびり配信させてください。ね、今日は広島なみさんがライブでね。はじめまして、ロレッタさん、はじめまして、よろしくお願いします。村山優香です、お願いします。こんにちは。今日はね、私はね、朝からあのOh no だね、 Oh no だよ。あれ食べました、朝からがっつりハヤシライスを食べました。なんかあったと、いや本当になんもないのよ、なんもないのよ、ただもう脳が働いてないだけ。ハートたくさんありがとうございます。そうそうそう、朝からねハヤシライスを食べました。あ、お疲れもありがとうございます。皆さんもお疲れ様ですね。そう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 、 MV もね見ましたよ。もうあのまさかかっこいい系のね楽曲とは思わず、あのももきゅんさんめっちゃかっこよかったですね、センターでね。こんにちは、こんにちは。肉まん食べました、いいですね。あら、ありがとうございます。1位で、皆さんのおかげです、ありがとうございます。まだ10分なのに1200人の方もありがとうございます。
頂上でまたよ、おはよう。そう、あのね、私ね、昨日の夜まではね、あの全然ハヤシライスにするつもりなかったんだけど、そう、今日成人、わーってことは、あれ18歳、お誕生日ってこと。おめでとうございます。お誕生日なのかな、どうなの、どうなの、どうなの。18歳、ハッピーバースデーだ。誕生日なのかな、どうなの、どうなの。そうです、ではお祝いさせてください。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアともかちゃん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとうございます。すごいいいね、成人だ、おめでとうございます。私と同い年だね、あの年齢的には学年は1個上かもだけど、おめでとうございます。素敵な1年になりますように。嬉しい、いつもありがとうございます。優しい、いやー全然全然、ハピバー、一瞬宝物、嬉しい、ありがとうございます。歌いますよ、いっぱい歌わさせてください。Happy birthday to you、 おめでとうございます。15歳、最近15歳、若すぎ。なんかもうついこの間まで小学生じゃん。若いいな。小学校ちょっとさすがにもうなんかずいぶん昔のことのように思っちゃうな、さすがにね。赤ちゃんじゃん、赤ちゃんじゃん、4歳しかかんないけどね。18歳だかしばらくね、けど花のセブンティーンやね、過ぎちゃったね、過ぎちゃったね。私はけどなんだろう、19が一番さあれって言いません、年齢的に中途半端じゃないけどさ、大人でもないし子供でもないみたいななるからね、小学生はすごい昔に感じちゃう。そうそうそう、18だとまだ高校生みたいな。私もまだあの大学1年生の代ですけど、年齢だけで18って言ったらあのあれじゃん、高校生みたいな、高校3年生の年齢っちゃ年齢なのよ。20歳はさ、まあ大人だみたいな、19が一番なんかこうね、大人ではない大人みたいな感じがする。私あと1年なんかそれを味わう気持ちが、そう、もう学年と年齢がもうほぼもうずれてるからさ、約9ヶ月10ヶ月ぐらいずれてるから。そうそうそうね、え、わかります。子供の時、小学校の時とかのもうなんだろう、高校生とかもうね、高校生ですらすごい大人に見えてたのに、いざさ自分がもうその年齢になってみて、もう全然よ、なんかもう、でも、もう大人なんですかみたいな、もう驚きがね、なりますね。そう、びっくりしちゃう。しげちさん、ありがとうございます。はまじさん、ありがとうございます。皆さんもありがとうございます。年下しかいない、この以上先輩方もだって若いですよね。若い、柔軟さんとか20歳とかだもんね。そうそうそうね、けどアイドルずっとしてたいなとは思うけどね。ゆかちゃんみたいなアイドルね、嬉しい、その言葉ずっと大切にします。私も嬉しいよ、ありがとうございます。嬉しい、私もね、あのね、アイドルになったのはね、アイドルさんに憧れてアイドルになったから、私も憧れられる存在にね、なりたいのよって思っているので、
すごい嬉しい、ありがとうございます。嬉しいよ、憧れの存在になれるように頑張ります。アリスは赤ちゃんでしょ、もうね、バブみが強いけど、この間ね、昨日か話してたんだけど、あの髪ヘアアレンジをね、アリスがしてくれるじゃないですか。で、青いのもしてあげてたのを見たので、アリスいつもバブいけどヘアアレンジしてね、してくれてる時ってもうすごい大人だよねみたいな、もうお母さんみたいな感じじゃないみたいな、こうしてほしいって言ったらいいよみたいな、え、大きいゴムとちっちゃいゴムどっちがいいかな、いやどっちでもいいよみたいな、全部そうお母さんみたいな、声かけじゃないけどしてたから、アリスはヘアアレンジしてる時すごい大人になるよねっていう会話をしてました。連続配信ありがとうございます。いや、アリスが二十歳になったら私は何歳、アリスはこの間16になったのか、4年後、私今18 24 24歳。ねえ、アリスが二十歳と、てかまだ高校1年生なの若くない、てか高校1年生でなんであんなに可愛いんですかね、他の高校1年生の2人に限らずだけど、年下の子みんななんか芋かったよ、私のみんなぐらいな年の時はって思う、すごいなーって思います。これは東京マジック、東京の子たちはみんなおしゃれさんなの、そんなこともないよね、私がやっぱりイモいんだよ芋かったんだよね、ねじわいの子みんな、いや本当にそうですよ、そう、いや私ね今でもね全然芋くね、芋いのさ、素が芋すぎてなんか食べ物の話してるみたいですお話し会での時とか写真撮るじゃないですか、本当に自分って思いますもん、何芋紅芋ぐらいにしとこうかな東京には染まらないですよきっと、方言はずっと出ちゃうし、そう本当にこれは自分なのかって思います、オフの日とかの自分と比べてね、なんかそう髪の毛とかもさ、綺麗に整えたらさ、いいんだろうけど、まあ整えるけどオフの日とかはもうすごい、なんだろう、もうそのまま、前髪は分けてるし、ニキビできたくないからね、前髪分けてるし、髪の毛も低いところで結ぶことが多いかなっていう感じなの。それをさ、そういう自分がいるとさ、お話し会の時の自分ってなんかキラキラしてるなって、自分なのに自分じゃないみたいな思っちゃう休みの日はね、前日のお風呂上がりのドライヤーからも前髪を分けるの、私はそうどんどん垢抜けてると思うよ。嬉しい、ありがとうございます。やっぱね、見られるっていう意識がね、やっぱねどうしてもあるから、スイちゃんさん、はじめまして、よろしくお願いします。それでなのかな、嬉しい、ありがとうございます。けど私もなんか過去のお話し会のも、6月とかそのぐらいの時のお話し会の写真とか見返すと、なんか上げてない写真とかあるから投稿しようかなとか思うんですけど、なんかイモくって上げられなくなっちゃった上げられないなーって思いますね。そう考えるとね、多少は垢抜けれたのかなとは思いますけど、けどやっぱりまだまだですよ、日々研究。そう、やっぱ見られる意識は大きいなって思いますね。なんか昔もなんか体型
維持みたいなのはある程度何キロから何キロぐらいに、なんだろう、収めたいなみたいなあったんだけど、最近はまあそれはね、その意識は変わらず、なんかよりなんかここをもうちょっとシュッてさせたいとか筋力をつけたいとかって思うようにはなりましたね。変わるね、人って、人って変わるね。今の子可愛い子多いよね。いや本当にそう、なんか小学生とかでもメイクしてるじゃん、すごい。あ、このラインシュートした、嬉しい、ありがとうございます。けどね、気抜いたらすぐもう丸ってなる、もう丸丸丸ってなるからね。ふう、今はさ特別公演で向けてさ、あのシュッシュッてさせてるってわけじゃないけど、あの意識してるけど、特別公演終わってお菓子が気持ち控えているわけですよ。そのお菓子を食べることによって顔周りが太らないかすごく心配ね、大人びてる。私小学6年生の時リップという存在すらもう全然知らなかったです。自分で欲しいなんて思ってなかったもん。そうからね、そう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 。あー、さこずさん、こまちゃんありがとうございます。こまちゃんありがとうございます。ミニスカートで、あーそうそうそう、なんかね、足痩せとかもやっぱりこう見せるところから始まるらしいですね。短いスカート履いたりとか、あのそうそうそうっていうのはあるんですけど、私は寒いのであんまりそんな短いのとか履かないな履かないな。加工写真いつかね、いつかね、いつかね。とうかちゃんありがとうございます。そうそうそう。なんか足が長、なんか今の子って長いじゃないですか。でも私より年下の子の方がもうどんどん長いじゃないですか。っていうのはあれなんですって。昔はさ、畳の上で正座でご飯みたいな、ちゃぶ台のとかだったけど、最近はすごい椅子に座るじゃないですか。椅子に座ると足長くなるんですって、正座するよりっていうらしいですよ。だから最近の子はどん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 足が長くなる、ビョーン長くなるんだってっていうのを知って、そうなんだ。だとしてもさ、だとしても腰の位置おかしいでしょみたいな、最近の若い子はって思うですね。そう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 。ね。私の聞き側はこっち側かな。だから撮影会もこっち側に立ったっていう、こっち側に立ちました。聞き側こっち。そう正座ね、あんまり良くないらしいですね。リコの腰の位置本当におかしい。上半身本当にもうね、もう冗談抜きでこのぐらい、本当に本当にもうね、ない、もうすぐ足すぐ腰なのよ。リコスタイルいいよね、本当に。もう上半身座高とか絶対低いよね、すごいよねスタイルが。そうそうそうね、こたつがいいのよ。いやそう、私もさ全然椅子に座らなさすぎて、けどもうさ、もうこの年になったら足伸びるとかないよね、もう大丈夫だよね。私ね床の上にねで生活する方が好きなの、椅子より。それね、福岡の時からで、ご飯とかは机テーブルの上で食べてたんだけど、あうおうおうテーブルの上まあまあわかるかね、椅子でね食べてたんだけど、食べ終わったらもうすぐカーペットのところ行ってた。
まだ身長伸びるかも、伸びるかもかな、伸びるかな、測ってないから分かんないな。そう、うんうんうん、ね、テーブルの上に座るみたいになるでしょ。ありがとうございます。そうそうそう、テーブルで食べてたやっぱりバレちゃった、テーブルの上バレちゃった。みかん、あ、てかね、そう、あのあれなんです、あのずいぶん前ではないかもしれないけど、今も入ってますよ、こたつにね。あの1ヶ月2ヶ月前くらいのあのイベント、ショールーム内のイベントで、あのなんかあのご飯のカタログみたいな、カタログギフトみたいな、何ポイント達成したらっていうのがあったんですよ。いただい、それでその皆さんのご協力というか、あの皆さんのおかげであのいただきまして、カタログをね、その中にね、すくいっぱいあったの、いっぱいいっぱいご飯があったの、ご飯メインの。そう、今すごい迷っているっていう話。美味しそうなものだらけすぎて決められないんですよね、何がいいのかなと思って。すごいなんちゃら牛みたいな、すごいあの高級お肉だったり、お魚だったり、そう、フルーツだったり、そう、なんかこうカレーとかいっぱいあって、すっごい迷ってて。そうそう、カタログギフトだから一つかな。そうそうそうね、ハンバーグ、みかんジュース、そうなんですね。愛媛では私は蛇口からみかんジュースが出るやつ吸ったことある。そうで、それでね、私ね、フルーツ好きだから、みかん3キロ分みたいなあったので、家族とさ電話してて、なんか30から60個入りみたいな、結構まあ差あるんだけど、まあ、最高60個分ぐらい入ってるって考えてみたいな、みかんがいいって思ったの私はだけど親に、さすがに食べれないんじゃないのって言われちゃって、確かに一人で60個なんて食べたこともないし、そんなね、今までは家族がいたからさ、箱でみかんがお家に来てもさ、なんか腐るとかなかったけど、どうしようと思って。そう、60個っていうのがねあれなんだよね。けどフルーツ美味しそうだしなーとか思ったり、なんかいろいろあって今すごい迷ってる。ケンタさん、はじめまして、よろしくお願いします。そう、やっぱり多いかな、みかん3キロは。そうなの、だからね、今すごい悩んでて、まだね期限がねあったから、あのゆっくり悩もうとは思うんですけれども。そう、黄色くなるよ。そうなの、ビタミンがね。3キロ家族3人、3人家族でも多かった。本当に、じゃあ多いかやっぱり悔しい。何にしようかなっていう。お肉もいいなって思ったし、お魚もいいなって思った。うん、こたつにみかん。そう、最近さ、スーパー行ってもさ、みかんが置いてあるからさ、みかん買おうかどうしようかっていつも迷っちゃう。みかんというか、みかんもだし、フルーツを買おうか迷ってる。しゃぶしゃぶ用、確かに。けど一人でさ、高級肉の方がなんかちょっと、なんか悲しいなーと思って、なんか一人で高級肉みんなで食べたいなーとか思っちゃうと、なんか一人で高級焼肉みたいなセットとかもあったんだけど、どうしようかなーって思ってて。そう、みかん以外にもね、なんかいっぱいあったの。いちごとか、なんか洋梨とか、りんごとか。はい、優柔不断です、すごくね。こんにちは、ふうママさん、こんにちは、よろしくお願いします。そう、確かにみつきが全部食べてくれる。そうそう、鍋パーティーの、あー、具材ね、
なんか鍋のなんかもあったかもしれない。みんなで鍋パ、鍋パしたいに、そう迷ってます。鍋パ配信いこの伊集院チャンネルでね、なんかもうこたつに入ってのんびりしちゃうよ。私は今日はね鍋を食べます。冬は鍋だよね。私多分相当鍋食べてますよね。そう相当ね食べちゃう。冬は鍋だなと思いながら、迷ったらとりあえずって感じ。もつ鍋作れないかも。作ったことないですね。こたつ配信今もねこたつだけど、一応今もこたつ配信にはなってる。あ、二度目ましての方が多い、ありがとうございます。え、ねクリパしたい。私さ、さっきあのメイクとかさ直してて、配信前にあのクリスマスパーティー Vlog みたいなの見てたの、 YouTube で。なんか時期早いなと思いながらなんかすごいね美味しそうだったし楽しそうだったから、クリスマスパーティーみたいなしてみたいなって思いますね。ハートありがとうございます。こたつでぬくぬくしながら配信してるって言ったらなんだか、ええー、本当に嬉しい。こたつで配信してますよ私は。寒いから。そう、そうなの、鍋さんと呼ばれているの。私の周りには鍋さん呼びなかったな。下の名前とかだったかも。差し入れします、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。そうなの、こたつ福岡にいた時ね3年ぐらいこたつ出してなくって、から私ここに来てすごいあの何年ぶりかのこたつで感動してるところですよ本当に。なんかねあのこたつに昔はこたつ出してたんだけど、こたつになりすぎてあの寝てしまうことが本当に多くって、だから一回ある年にこたつを出さなくしたんですよ、家族で、家族会議のもと。ただね意外とこたつなしでもねいけて、そう出してなかったんだけど、こたつなしでもいける理由はね、あのあれね、あの私のお家はすっごいあのストーブめっちゃ炊くの、あのもうねあの酸素濃度薄くなるぐらいな勢いでしてたから、あの暖房炊いてたので、あのエアコンってよりかはストーブか、そうストーブ炊いてたから、もうポッカポカだったのリビングが。そうだから加湿器必須、私のうちはストーブとホットカーペットといっぱいつけてね、ぬくぬくだったからね。石油ストーブかな多分ね。そうあ気をつけてましたよ。だから湿度計とかあの換気もしてた、気をつけましたすいません心配かけてしまい、大丈夫でしたよちゃんとあの換気もしてたから。そういっぱいねあのポッカポカ、すごいポッカポカだったの。だからねこたつなくてもまあいけたかなって感じ。それでも私はストーブの前を陣取ってた。そう確かにそうだよね、マンションとかだとね、いけないよね。逆にマンションでさストーブだったらなんかもうすごくない、まず石油ね、灯油をさ持っていくとか、なんかとんでもないよね、大変だ。酸化中毒ねならないように、な大丈夫ですよ、あの本当にあのそういうの見れる時計みたいなのもあったから、見れるそうあったから大丈夫。お風呂上がりアイスいいですね、いいね、あったかいお部屋でね食べるのが美味しいよね。お
お部屋とかね、こたつとかで。私もね、特別公演終わったらアイス食べようと思ってる。そうけど言うて、あともう1週間ちょっとじゃない？時計じゃない、カレンダーないから分かんないけど、今日は日曜日だから1週間とちょっとじゃないだからそうそうそう、ラストスパートですよ、練習も。そう、福岡夜なんですよね。そうそう、夜っていうので有名だよね。そう、焼き餅してたしてたしてた、焼き芋ほんと美味しいね。みかん、冬はみかんでしょって感じ。いや、スーパー行ってもさ、スーパー行くって言うとちょっとな、主婦みたいな話だね。スーパー行くとさ、もうあれ鏡餅出てて、私この間びっくりしちゃいました。え、もうそんな事件みたいな。はいやー、クリスマスとお正月のものがどんどん出てきててさ、なんかコンビニとかでもさ、クリスマスケーキの張り紙みたいなのも出ててさ、もう時期なんだと思って。いやーね、そう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 、もうそんなあるんだと思ってびっくりしちゃったね。クリスマスも来てないのに餅とか全然売っててさ、まあ、餅は美味しいよね。全然お正月じゃなくても食べたいぐらいお餅は美味しいなとは思う。ヤッホーヤッホー、こんばんは。もうこんばんはでしょ。きなこ餅派です。いいですね。私は砂糖醤油派です。砂糖醤油が美味しい。きなこもね好きよ、けどね、お家にあるのがね砂糖醤油なのよ。まあ、ずっとあれがあるわけじゃないから。こんばんは、こんにちは、こんばんは。ね、全部美味しいよね。私ね、一回おばあちゃん家でなんかごまの餅が出てきて、黒ごまペーストみたいなのが乗ってて、すっごい美味しかったですね。なんか美味しいと思った。あんまごまってなくない？ごまってかけなくない？黒ごまって美味しいですよね。なんか黒ごまなんちゃらとかすごい好きで、福岡行った時になんかカフェで、モノトーンなカフェに行ったことあるんだけど、そこに黒ごまチーズケーキみたいなの、そこから私の黒ごまブームが来てしまって、黒ごま見るとなんか最近でもすごいずっと食べたくなっちゃう。4000人さん、ありがとうございます。わあ、ありがとうございます。海苔は巻かないですね。そのまま食べるから。ね、黒ごま美味しいよね。ポリフェノール入ってんのごま。こんにちは、こんにちは。おやつかな、もう晩ご飯じゃない。おやついいね。おやつ何食べる、何がいいかな、何がいいんだろうね。お菓子とかもね、お菓子とか食べたくなるからね、もうね隠してんの。自分の家だからさ、隠してる場所とかもあるんだけど、もう目に入らないようにっていう、今必死。チョコドーナツ最高、めっちゃいいね。ワンバランいいね。晩ご飯、そう、夜ご飯っていつも言ってるからさ、あ、晩ご飯だと思って言い換えようと思ったらすごいことになっちゃった。お仕事お疲れ様です。日曜日なのにすごいお疲れ様すぎる。お疲れ様です。そう、隠すの自分だけど、なんか目に見えないところにあるとあんまり触らない場所に置いてるの。だから、あ、そういえばこんなお菓子入れてたんだみたいな感じになりますね。定期的になんかね、福岡帰る時とかに、前はあれだね、期限大丈夫、あ、大丈夫大丈夫、そんなに、なんかな、長いもの長くしてないかな、大丈夫大丈夫。福岡帰る時とかにまとめて、お家にあったいらないお菓子どうぞみたいな感じだったり、なんか自分で決めた、ここまでは食べない、ここからはちょっと食べるみたいな
日に食べたりするとか、朝ごはんとかね。クリームシチューとかだけ美味しそう、いいね。けどお菓子ってそんなさ賞味期限さ短くなくないですか？気のせい、短いの？いや自分でお菓子はさ買わないからそんなに。そうねえ、私もなんか1年くらい持つイメージありますね。そうね、少しずついいね。お菓子って食べると、あ確かに物によるね。生菓子とかはやっぱね、そういうのはね食べますよ。あのいただいて、あのすぐなんか賞味期限近いようなものとかだったら、まあ時間を考えて食べたりはしないと、なんかせっかくいただいたのに捨てるようなことは私はしたくないので、他で調節するようにしてるけど、あのなんだろう、市販のお菓子とか食べたことあるお菓子とかは味がわかるから、なんかその場所に入れてるかなんかな。かなほい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 こんにちは、こんにちは。クッキー始めてる。え、美味しそう、いいね。なんかあれ、ああいうなんか私ね、あのなんか健康的なクッキーみたいな感じなんだけど、なんかなんだろう、オールブラン系のクッキーとか玄米クッキーとかなんかあるじゃん、そういうなんかね穀物の味がするお菓子がすごい好きで、なんかあのそれはあのダイエットのためにとかじゃなくて味が好きなの。なんか小麦穀物感じる味が好きで。オートミール得意だね。うりさんはじめまして、よろしくお願いします。そうだからなんかね、ちょっとそういう味ってね、ちょっとそういう系でちょっとお高めなの。そうだからあまりね、なんか食べることとかないんだけど、なんか食べれる機会とかあったらすごいテンション上がっちゃう。あー、ステラーマさんのクッキーとかありますよね。好き全粒粉ね、そういうのが好きなの。おばあちゃんがね昔ねなんか作ってくれてて、そういうの。おばあちゃんお菓子も作れるのすごくない？よくクッキーとかもらってたんだけどね、そういうのでね好きになった。上京中です。わあすごい、お気をつけてお気をつけて。ステラおばさんのクッキーの食べ放題あるの知ってますか皆さん？なんかそういうのねよく YouTube でね見るんだけど、行ってみたいなって思う。東京で店舗ないかなとか、よくそういうのをね夜中にしちゃうの私は。なんか聞いたことない食べ放題のお店とかだったら、東京にあるかなとかやって、そう、どこだったかな、そうあるんですよ。私食べ放題情報結構詳しいかもしれない。だからなんかすごいね、調べちゃうの。なんかしゃぶしゃぶでもいろんなお店があったりするじゃないですか。しゃぶしゃぶの食べ放題でもいろんなチェーン店があったり、焼肉でもいろんなチェーン店があったり、あ、チェーン店じゃないや、あの会社お店があったりして、っていうのね、あのいっぱい調べるのが好きそう食べ放題っていいよね。あんまりね、あの調べるだけでね行きはしないんだけどね、食べ放題そんなに行かないんだけど、調べるのが結構好きかな。そうね、一人焼肉は行ったことないかも。一人しゃぶしゃぶはある、焼肉はないけど別に行けなくはないかなって感じ。そうなんです。一種の趣味だよね、食べ物を検索するっていうの。私はね食べるとき
と食べない時があるから、食べる時基本食欲結構あるけどね。そう、食べるのは好きだよ。みどりちゃんありがとうございます。いいね、ありがとうございます。一人握手会こうやって一人二役みたいな、どっちなんだろう。マクロのえ、いいですね、美味しそう。私もなんかこの間さ、焼肉行けてさ、すごい幸せだった。そう、この間幸せな時間をねちょっと過ごしたこんにちは、こんにちは。よく一人で行けたなーっていうレベルの高かった一人丸々。あ、一人丸々はこれはね、あのもう、ね、過去一なんだと思うけど、あの友達とあるテーマパークに行こうってなってたのだけど、あの友達が遅刻しちゃって、私も寝坊してた、お互い寝坊してたんだけど、けどあのすごいまだそなんかこうな、まあなんやかんやあっての、まあ、その子もね仲いいから全然大丈夫なの。あのその子責めないでね皆さん。あのなんやかんやあって私が先に一人で入ることになったの。でテーマパークで一人で入りましたよっていうことはある。もうそれが過去一一人でテーマパーク入ったことある。だからそう、お友達責めないでね。そう、有名なテーマパークだと思う。そう、こんにちは、ゆうちゃん、こんにちは、よろしくお願いします。あの初めは入るのは一人だったけど、遊んだのは友達とだよ。友達と遊んだんだけど、そう入るのは一人でしましたね。であの友達待ってる間にお土産屋さんとか一人でこううろちょろうろちょろしてて、そう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 。けどいだからその二人で行ってたので、私とそのお友達と行ってたので、私が一人で入ったってことは友達も一人でテーマパークに入ったわけですよ。で中でそう中で合流したんだけど、でお互い一人テーマパーク入場みたいなのをして二人で会った時に、いや案外一人テーマパークもありかもしれないみたいな二人で話した意外といける、意外といけるの。お互いが一人で入ったからこその、なんか初めは私もなんか一人で大丈夫かなとか思ってたし、相手も一人やだよとか思ってたけど、意外とねいけたこれがもう過去一、過去一一人丸々のレベルの難易度マックスじゃない。そうね、すごいでしょそうだからあのまだアトラクションとか乗ってないんだけど、その友達のとの合流時間具合によっては私はあの空いてるアトラクション1個乗ろうかと思ったぐらい行っちゃおうかなとか、なんかパンご飯食べようかなとか思ってたしてないけどね、お土産屋さんで時間潰してたけどね。そうそうそう、意外といけるんだっていう話そうそうそう他何かあるかな。いやもうねこれねナンバーワンだと思う。そうどうだろう、一人まるまる遊園地と、そうだから一人で入ることができたから、あ意外と一人でもなんかいけるわと思って、結果友達と合流してねいろいろ回ったりはしたんだけど、アトラクションとかも乗ろうと思ったら乗れるなって思いました。動物園もあ行けると思う、行けると思うけど、私動物自体そんなにねなんか多分触れ合ったことがなさすぎて、なんか上手になんかこう一人で楽しめるかってなるとまた別かも。あの入るとことはできるんだけど、できると思うけど、
それで、どうだろうけど、私ライオンとか見たら結構動画撮っちゃうかも。なんか結構強い系の動物好きだからさ、ライオンとかトラとかだ。あ、そう、それこそね、私は一人でテーマパーク行った時に、なんかこのなんか合唱団みたいな方もいらっしゃったの。たまたま音楽奏でてらっしゃって、で周りにこうね、他のお客さんとかもこう家族連れの方とかね、いろんな方がこうやって動画撮ってたの。私も一人で一人でちょっとね、見えるところにグイグイグイって、グイグイグイもしてないけど、そそそって横の方からね、動画撮って一人で一人満喫してたトコトコトコっとね、グイグイしてない。そう、ライオンを見るの好きで、なんか福岡にも動物園あったんですけど、なんかね、夜の動物園っていうのが開催されてたの、たまーに。それで、ね、家族と行ったことあって、夜になるとかなんでか分かんないけど、そう、珍しいですよね、夜に動物園。そういうなんかイベントとかもあって、ライオンがすごいね、オスとメスでこう檻の中でこう分けられてたんだけど、壁越しに吠え合ってて、うぅうぅうぅみたいな、うぅみたいな、言葉では表せられないような鳴き声をしてて、それなんかもう迫力がさ、すごいかっこよくって、それを見てもライオンってかっこいいなって思う、ね、強い系の動物見るの好きだな。そう、なんかライオン大体静かじゃないですか、動物園にいるライオン。そんな吠えてる姿を見たことなかったから、夜の動物園だからこそ見れたんじゃないかなと思うと、うぅーみたいな、すごいなんかね、すごいなんか、うぅーうぅーうぅーみたいな感じで、オスとメスでなんか喋ってたなんかね、そうそうそうね、ライオンとか、そうそう、夜見えた、そうそうそう、動物園、夜の動物園っていうのがあって、イベントで福岡の動物園でね、そういう期間があって、その期間に動物園行ったら夜まで入れるよみたいな感じで行ったね。懐かしいな。暗いけどね、やっぱ普段見れないような動物の姿が見れるなって感じ。逆にな、寝てる動物とかもいるんだけどね。けど一日中入れるからさ、昼は起きてる動物もいたり、夜すごい元気な動物もいたりみたいな感じで、暗かったけどね。そう、それこそ猿のところなんてもう真っ暗でよく分からなかったっていう記憶はあるけど、いや、ライオンがかっこよかったなっていうのがすごい思い出だな。テナガザルってあれか、黒いやつか、確かあれ結構あれだよね、元気じゃない、テナガザルって。確かそう、ライトあれば、うんうんうん、私も夜行性、私は夜行性ですね。フクロウとか、そうそう、フクロウとかね、石垣にはリスザルに多分取られたことある。リスザル、リスザルはリスみたいな猿みたいなリス、どっち、多分最後猿だから猿かな。私リスはあんま食べ物取らないか猿か、リスみたいな猿なのかな多分。私ね、なんか海沿いにいてさ、混乱しますね、混乱しましたね。猿か、ありがとうございます。猿だった、今日遊びに来た、ありがとうございます。受験です、ありがとうございます。ティーファーさん、ありがとうございます、よろしくお願いします。一個東照宮行ったことないんだよね。けどこの辺のこの辺って関東の方の小学校の修学旅行とかって、そう、一個東照宮なんでしょ確か。そうそうそう、それもね、YouTube とかで見た。私ね、同学年の子のね YouTube とかよく見ちゃうの。同学年とかの YouTuber の子を見てて、なんかこう
違う地域の学校事情とかも全然見てたりしてて、そういうのでね、関東の子は行くんだと思って、そうそうそう、めっちゃすごかったね。関東の旅行はどこだ、関東の旅行、ニコと将軍とどこだろう。私は修学旅行はそう長崎だったもんな。長崎でそう2日間で、あもっと行ってたかも、何日、あ3日間ぐらい、2泊3日かなしたかな。雨で寒いね、寒いですよね、思った、寒いよね、から体調にはお気をつけて。京都奈良だったら最高じゃないですか。私も中学校はね京都奈良だったけど、中学校で京都奈良いいね、そうそうそうね。滝か、滝いいね、なんか自然だね。結局みんな、え、けど京都ってすごいですよね。中学校の修学旅行でさ、九州地方のさ方も関東らへんの方もさ集まるってなったら、もう超にぎやかじゃんね。すごいよね、両方からっていうのが。私もね修学旅行で京都が好きになった人だからね。こんにちは、こんにちは。え、確かに京都奈良の人ってどこに行くんですか。どこだろう、言われてみれば。確かに関西の方ってどこ行くの、考えたこともなかった。東京かな、台湾、すごっ、高校か、高校ね、あの海外も行けるもんね。太宰府、あ、ありがとうございます富士山か、あー富士山ね、確かに。え、今ぐらいの時期じゃない修学旅行って、10月11月とかじゃない、中学校だと。いいね、私もね海外行きたかったな、修学旅行、高校の広島、あー広島か、そっかそっか、熊本、あ九州、長崎でスキーってできるの、長崎ってスキーできるの、長野じゃなくて長崎ってスキーできるの、すごい。あ東京、あ東京もね、沖縄、おー、え、いいね、沖縄もね、いいね。山口県、山口もいいよね、スキー、あスキーが多いのか。え、半ごとでタクシードした、懐かしい、タクシーの、あの、おじちゃんがいっぱい写真撮ってくれてたし、なんかすごい、ここはこういう高校、高校なんだよ、みたいな、あの、すごいガイドしてくださってて、もう超良かった、修学旅行、最高。私もね、海外行けてたんだよ、本当は。行ったことないけどね、結局。沖縄いいね。長野つくどちかかわいい、長野かな、もしかしたら伊勢と長野、うんうんうん、あ関西の方結構どっちもありなんだ、もう場所によりけりってことが。木刀ね買っちゃダメっていうルールになってましたよ、あのそう書いてあった、ちゃんと説明書いてあったかどうかまでは覚えてないけど、説明会では絶対言われてた。修学旅行、小学校も中学校も言われましたね、木刀は買わないようにしてくださいっていうのは書いてありました。書いてあったか言われたかどっちか。あの小学校の自然教室とかでもね、あのなんか道に落ちてる枝とかでこう杖にしてた子とかいて、あのなんか なんだっけ、フィールドワークみたいなのがあったのよ、あの自然教室で。それでなんかこうチェックポイントに行くまでにこうなんか生徒、きっと男子生徒ばっかりなんだけど、あのこう木で杖みたいなのしてたのよ、みんなが。で、あのチェックポイントで先生がいるところで回収されてて、私がチェックポイントに行ったら木の枝がもう何十本ってそう落ちてて、あみんなここで犯され、あね、置いてて言われてたんだなって思うとちょっとね面白かったな。そう回収されてたみんな。なんかこう場所があったもん、木の枝の
そうそうそう、開始されてましたね、みんなみんな持ってんだと思って。私だいたい男子なんだろうけどね、そういうのってそうそうそう。えね、高校の修学旅行さ、だんだんさ海外から、まあ海外の場合ね、海外から、ね、沖縄県にいて、沖縄県から何々県にみたいな、結構なるよね。私は行けてなかったけど、行けてた高校のお友達もなんか本来だったら東京とかだったけど、グリーンランドになりましたみたいな隣の県みたいなね、なってた子もいた。そう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 、グリーンランドとかハウステンボスとか多かったかな、私の友達も。僕とスポットになってた。そう、あるあるだよね、僕とね。どうしてもね、いや、なんかさ、なんで買いたくなるんだろうね、謎だけどさ。なんか、いや、私もね、修学旅行、まあ最後の修学旅行は中学校なんだけど、友達とお揃いを買うのがブームだったから、あれだね、お揃いの〇〇とかいっぱい買ってたお友達と。かっこいいよ、あの男子の憧れみたいなのが。あ、龍のキーホルダーとかありますよね、あるある、名前の入ったさキーホルダーみたいな、あるよね。あとなんかキツネみたいな、尻尾がカラフルなキツネいろんな色がある、キツネ、キツネ白のね。そうそうそう、あれはね、私お家あった。ピンクと、私がピンクでお兄ちゃんが青のやつが玄関に飾られてた、あったあれはね、何買った、あれはね、どこで買ったのかも全く分かんない、いつしかお家にあったやつどこにでもあるよねそう、そう、どこにでも売ってるけど、お土産なんだよね。なんだあれは、本当に。なんかさ、あの、なんだろう、なんちゃら運みたいなね、勉強運とかさ、健康運とかいっぱいあるよね。そうそうそう、謎すぎ。みゆきさんかな、よろしくお願いします。はじめまして、お願いします。パワースポット、あ、そうそう、パワーストーン、そうそうそう、あったあったね。本当に最近はさ、モケケみたいなやつありますよ、なんかこう目がこんなやつで、ほぼ明太子みたいな形のやつこんな形の手と足がちょっと長いやつとかさ、あの、そうそうそう、と、もう一個、例えがそう、こう、なんだろう、もう一個、なんだろうな、あの、なめこのあのさ、ゲームのあの、緑になったような、緑、あの、なっちゃうなめこあったじゃん、あの形みたいなやつ、なんかこう、なんかよくわかんない生物、今それが結構有名じゃないけど、あ、めずくそんな名前かも、もしかしたらありますよね。なんか地方によっていろんな、なんだろう、文字が書いてあるの。私があの中華街行った時もありましたよ。ご当地、あ、キティちゃんね、あったあった、そうそうそう。私あの富士山、なんかすっごい昔にね、なんかの登ったことあるのか、付近に行ったことあるのか分かんないけど、あの富士山の定規となんかいろいろ持ってたな、シャーペンと買ってもらったんだろうなって。村山結婚優香がね、結ぶっていう字がね優香です、優香です。マリもなんか、あ、なんかお家にはある、それは観光地で買ったかどうかわかんない。そう、あ、鬼滅とかアニメとさコラボしてますよね、鬼滅とか、あの通り部とか
なんかコラボしてるの見るかな。ね、尻尾の清原だかちゃんのね、本当になんであれがすっごいあの惹かれてたの、可愛いよね。すごい今もあると思いますよ。あ、星の砂、私もな、あの沖縄行った時星の砂あのあれだった、見たかも。結局買いはしなかったけど、なんか沖縄で作った手作りのなんかガラス細工みたいな買った。四つ葉のストラップ、わかる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 、ね、あったあったあった。四つ葉なんだよね、四つ葉の形でね、筆箱とかにつけるの。そうそうそう懐かしい。文化祭、おお、楽しかったですか。楽しかったかな。そうそうそう、こんにちはこんにちは、海さんハートたくさんありがとうございます。こんにちは、ごめんなさいね、携帯の充電が 20% 切りましたということで、充電はさしたいと思います。よいしょよいしょ。あらね、けどね、充電さしっぱでさ、ずっとするとあの壊れるのが早くなるって知ってから、ちょっと 20% まではいつも耐えるようにしてます。今日は 60% ぐらいから始めましたねそう、中労働すぎて、はぁ、お疲れ様です。ただなんか文化祭の次の日とかって休みのこととかないの？なんか特別休みみたいな。四つ葉の話から服のギフト、ありがとうございます、ありがとうございます。いつも充電とか、あ、充電してますよ、充電してて、そう今日もね、あの一回 20% くらいになって充電して 60% まで溜まってまた減ったって感じ。捨てなき集合するからかな。え、ねえねえねえ、確かに私捨てなきとかじゃなかったかも、全然学校集合だった、朝早く7時集合とかだったかな多分。修学旅行とか自然教室とかの前日がさ、なんか簡易給食だったんですね私。なんかこうもう12時過ぎぐらいには帰るような時間割で、その簡易給食っていうのがあって、その時だけ学校でそう、なんだろう、なんかこう簡単に、まあまあまあ文字の通りなんだけど、簡単に食べれる給食の時間があって、そう、もうパンと牛乳みたいな感じだったんですけど、その時だけメロンパンが出たんですよ。もう簡易給食の時だけメロンパンクロワッサンとオレンジジュースと牛乳っていう4点セット大体、あとなんかアーモンドフィッシュみたいなのもあったかな多分、というのがなんかお決まりで、なんかそう修学旅行自然教室、あとまあ小学校の時だったら社会科見学とかの時だけあって、あのメロンパンを食べるのがすごい好きだったっていう話をしたかったんだけど、なんかすごい簡易給食の方が驚きがあるので、簡易給食あったんですよ、なんか呼び名が多分それなだけかもしれないけど、けどそうそうそう、メロンパンとクロワッサンはもうレアすぎてテンション上がってましたね。だから私小中でそう本題入れないまま終わっちゃった。そうそうそう、簡易給食好きだった、パン好きだしね、もともと。そうなの、初めて聞いたね、あるのかな、呼び名がそうだなだけだったかも。だから普通に給食は給食なの、だから給食の時間だったんだけど、先生がそう呼んでただけかも、簡易給食って。好きだった給食のメニューはね、いっぱいあるよ、いっぱいあるけどね、唐揚げ好きだった、唐揚げとハヤシライスも好きだったし、今日食べたっていうねハヤシライスも好きだったのと、あとクリスマスケーキとかも好きだった。クリスマスメニューはね、もう 100% 好きだよね、みんな。チキンと
ケーキと、あとね、なんかね、すまし汁みたいなのもあったの。すごい好きだった。ケーキ出ましたね。ケーキ出た。スパゲッティ、あ、スパゲッティあったな。スパゲッティあったけどね、結構あのもう水分持ってかれてたかも、もしかしたら時間が経ってたからね。どうしてもね。ミルメイクみたいなのもありましたね。私ソフト麺食べたことないの。だから懐かしの給食みたいなのあるけど、全然なんかあの出たことないのとか多くて、懐かし給食ではなかったのさ。あと何があったかな。なんか今思うと給食出てこない。あのわかめとね、きゅうりの和え物みたいなやつ好きだったかな。そう。あとは何があった、給食って何があったかな。なんかね、なんか渋いのばっかり。ああれが好きだった、あのなんて言ったらいい、五目飯、かしわ飯っていうのがあったんですけど、かしわ飯が好きだった。そう、鶏飯、なんだろう、味ご飯鶏肉、うん、なんだろう、炊き込みご飯、あ、炊き込みご飯、そう、炊き込みご飯だ、炊き込みご飯みたいなもん炊き込みご飯が出てきて、それ好きだったかな。そう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 。あとはね、あ、カレーうどんとか好きだったかも。継ぐのはね、すっごい私嫌だったんだけどね、慣れたけど。なんかなんかフォーク型のさ、やつがあって、もうすごい右利き用なの。こんな形だったから、右利き用すぎて、私はね左で継ぎたかったから、ちょっと難しかったけど、小学校高学年から中学校にかけては、なんだろう、もう右で継ぐようになったから、最近は右でも配膳するようにはなりましたね。できるようには なってたけど、小学校の時とかちょっと嫌だったかな。しかもね、うどんとかすごい跳ねちゃうの、ぴょん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 、いろんなところに。そう、使いにくかったの。そうなのね。給食用の、あ、いなかったですね。そんなにいなかった。けど月曜日になって給食エプロン忘れとかはあったかも。みんななんかしてたし、私もなんか数回だけ、何回かだけあったかな。ああ忘れたーみたいな感じ。牛乳じゃんけん私しなかったな。なんか牛乳冷えるから、なんか夏でもすごい寒くて、なんか一気に私飲んでたから、なんか最後まで取っておいて飲んでたから、あ、足しびれてたのに机に当てた、痛かった。静かに足しびれてたんです、実は。それが足を当ててしまった。プリズナーさん、こんにちは、はじめまして、よろしくお願いしますそう、言ってよって言わないよすごい、1年間も、まあ予備があるからどうにか生きてたんだけど、だろうけどね。そう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 。あ、週末、ああね、部活の時とか、確かに確かに確かに、そうだよね。部活同棲とかだったら、私もほぼ土日とか部活行ってなかったからね、行ってなかったけどね。そうそうそう。ふみさん、ハートありがとうございます実況しないですよ。あ、やばい、今しびれました。私ね、こういう座り方か、こういう座り方か、こういう座り方でね、今配信してるので、こういう座り方をしてる時に足しびれちゃう。私はね、放送部でしたよ。ほとんどあれだったけどね、何もしてなかったっちゃ何もしてなかったかもしれないけど、女の子座り、うん、かも。そう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 、ありがとうございます。そう、ガチの放送かも。
あ、女の子座りではないか。女の子座りこんなんじゃない。ちょっと手首を表すの難しいけど、あれなんか、あの、あまりなんか楽な姿勢ではないかも。できるけどって感じ。そうそうそう、ハートありがとうございます。からあげさん、あのなんか名言私じゃないと思う多分。私なんかそんなかっこいいこと言ってない気がするっていうご報告。そう了解。早い早い早い。洗濯した。うんうんうん。ああ確かに多分、あ、延長とかあったかも。なんかクラスによってはあったかもしれない。そうあったかもしれないな。懐かしい給食のルールとかね。懐かしい給食さ、なんか机係みたいなの、なんだったんだあれは。なんか机係みたいななかったですか。なんか机が小学校の時とか、なんか机を伸ばす係、机を伸ばしてお、あの台拭いて終わったら、なんかこう配膳してた時に壊れてしまったやつとかをあの拭く係で、牛乳パックとかを洗う係みたいなのありませんでした。何係だあれは。あれは給食当番だったのか。え、なんか謎だね今思ったら。懐かしいな。私はなんかあの何回かしたことあるんだけど、なんか机をこうやって伸ばしてこうやってこうやって拭いたりしてたけど。そう牛乳パック係はねあったね。あれね、あんまりね私得意じゃなかった。冬は寒いし、まあね、なんかそうね、まあ大変だよねそうそうそう、机かかりなかったですか。なんでだろうね。そう牛乳パックみんなそうパックかかりね、みんな嫌がってたかも。私もあんまり好きではなかったかな。もうなんかもう息止めながらしてたかもしれないそう息止めながらしてたかもって牛乳パックのストローは中に入れなきゃ。そうなんだ。私逆にダメだったかも。うん、牛乳パックだったかな。けど牛乳瓶美味しそう。もう牛乳瓶の方がこう牛乳としては重そうだけどね。こう階段をさ登ったりするとさ、瓶だけでも重みがあるから。シンデレラの靴ありがとうございます。マイナミちゃんありがとうございます。瓶で蓋、そうなんだ。蓋集めいいねいいね。なんだよねにね、瓶の牛乳美味しいよね。温泉とかね入った時とか飲むもんね。あれなんかね、手当てるにはなんかこう、そうなんかそういう設計されてるらしいって聞いたことがある。雑学なんかなんだろう、豆知識じゃないけど、こうやってさ牛乳飲む時さ腰に手当てちゃうじゃん。なんかねチコちゃんが言ってたよ朝の番組チコちゃんが言ってて、チコちゃん知ってますか皆さん。そう銭湯はないかも。いやわかんない、ないかも、もしかしたらわかんない、やるのかな。そうそう冒頭生きてんじゃねえよって。そうそうそう、チコちゃんかわいいよね。グッズもあるし、コーヒー牛乳最高。私はねフルーツ牛乳をね飲んでた。フルーツミックスみたいな。牛乳は飲んでなかったそうそうそうね。ゆかちゃんに、ゆかちゃんです、しかちゃうぞ牛乳運び全クラス、全クラスはすごい大変。全クラスはあれですね、すごすぎません。久米川さん、虹色の星たくさんありがとうございます。ありがとうございます。こら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 、何に叱ったらいいのさって感じだよ。確かに、じゃああるのかな。いやけどね、最近は温泉とかでも全然フルーツ牛乳とか、まあ、牛乳コーヒー牛乳あるもんね。岩盤浴とか行きたいな。
隠し事したの？優雅に隠し事はなしだよとか言ってなしだよ。こら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 。やっとわかったわかった君の存在。コメントであったら歌いたくなるね。シンプル牛乳、確かに牛乳シンプル、シンプルが一番とか言いながら私はフルーツ牛乳派だったからね、なんとも言えない。なんとも言えない。あたりはエスキスからだった、そんな言い方したことないよ、そこの誰かが変わってくれた、ね、君に叱られた僕を叱ってちゃんと叱って、叱って素直にいれてない。歌詞ちょっと間違ってたらごめんなさい。ふみさんありがとうございます。こらこら、もう起きなきゃダメだよ。こらこら、朝だよ。起きてー。ぜひ使ってください。1年も経ってるんだ。いや、私ね、乃木坂さんをね、知ってはいたんですけど、ハマったきっかけっていうのも、高3の夏ぐらいだから、そんなにね、多分そうまだまだ詳しくないんです。こんにちは、ハートマンさんかな、ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。発声にさ、私今日何時から始めたっけ。4時半か。はあ、私今日、今日は自分で分かってないとやばいね。4時半から始めたもんね。はい、今日は2時間できるかなと思ってたんだけど、うわーすごい、こんな、ありがとうございます。あと30分40分ぐらい、約40分ぐらいまでしますけれども、40分間ぐらい、ありがとうございます。1万人さんいけるといいな。よろしくお願いします。ぜひぜひ皆さん、かこさんもお待ちしております。かこさんもぜひよろしくお願いします。ペコリ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 で。そらさん、さかなさん、ありがとうございます。今日は、あ、時間、そうそうそう、あと40分ぐらいかな。そう、毎日拡散したら嬉しい、ありがとうございます。ペコリペコリ。この間ね、なんかね、あのなんか回ってきたんだけど、あのひとみさんのモーニングコールの動画が出てきて、すごい可愛かった。あのポニーテールキュルン歌った後、起きて起きてって言ってるやつがめっちゃ可愛くって、めっちゃ見ちゃったっていう。可愛いですね。可愛い、可愛いですよ。癒されちゃう、なんか起きれるなって思った。起きれるなと思いました。あ、一緒の見てますね。一緒の見てる。私バージョン、私バージョン、あ、鈴木ひとみさん、そうそう、鈴木ひとみさんのモーニングコールですね。起きて起きて、皆さん起きて、朝だよ朝だよ、起きて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 、起きないと遅刻しちゃうじゃん。なんかどこからスタートか分かってないでしょ。私も分かってないから意味分かんない時間だったよね今。使えるか使えないか分かんないような感じの始め方しちゃった。ランさん、はじめまして、よろしくお願いします。村山優香です、お願いします。ぜひね、皆さんツイッターも私はしておりますので、チェックしていただけると嬉しいです。お願いします。え、嬉しい、ニアリーコールジョイの、嬉しい、ありがとうございます。愛とか恋とかじゃないか、
く夢を歌ってたい、止まらないで。あ、フラジルついてた。ニャリーイコールジョイで止まってた。ごめんなさいね。ニャリーイコールジョイで止まってた。本当だ、フラジルって書いてた。恥ずかしい。恥ずかしい。音符皆さんありがとうございます。ニャリーイコールジョイで止めちゃってた。ありがとうございます。疲れてたことはすごい嬉しい。ほら笑ってフラジルだったね、ごめんね。お水飲みます。違うと思いながら、いや、なんかコメントがさ、なんか時差あるからさ、私も終盤になって、あの皆さんがあのまさかのそっちかみたいなの見て、もう終盤だったからさ、やめるにやめれないね。ねびっくりでした。明日の午後には、あ、雨止んでほしいね。そうそう、水飲んで落ち着きます。そう、そう、そうなんです、そうなんですよ。先輩のね、そうクラブさんのカップリングにまた参加させていただけるということが決定しまして、本当に嬉しいです。どんな楽曲になるのか、私たちもとても楽しみで、楽しみです。ソンソンさん、ありがとうございます。なんかこの間も来てくださった気がする。ありがとうございます。そう、お歌が聴ければ何でも嬉しい。よかった。わらわらって、あら、初めましての方が10連続ぐらい、ありがとうございます。よろしくお願いします。村井もゆかです。ぜひぜひゆっくり見ていただけると嬉しいですね。え、バレンタインかな。バレンタインの次の日は私の誕生日だよとか言ってね、いきなりの楽しみにしてるね。ありがとうございます。あと2ヶ月3ヶ月後ぐらいかな、発売はね。K-POP 路線、あー、どうなんだろう、どうかな。ね、そう、誕生日だよね。冬のニアジャム楽しみですね。本当に、いや、楽しみですよ。冬服なのかな、どうなのかな、衣装とかもどうなのかな、ねえ、わかんないよ。私たちも楽しみですよ。もちろん覚えてるよーって嬉しい。嬉しい、開催してくれるの、ありがとうございます。ワクワクです、楽しみです。夏曲、半年後に向けての夏曲だったりしてそれならバスですね。バラードの予感がどうなんだろう、どうなんですかね。けどさ、単純に考えてさ、1年でさ、まあ1年も経ってないけどさ、1年で4曲そして先輩方との合同の曲も組めたら5曲もね、曲をいただけるなんて、本当にもう幸せというか、もう感謝しても感謝しきれないぐらいにありがたいですね。ねえ、すごいですよね。本当にありがたすぎます。本当に嬉しいです。どれも名曲なのがね、本当に。この間ね、歌詞を深め合おうかよね、コナーの配信を見に行ってた方だったら分かると思うんですけど、コナーと歌のね、歌詞を深め合おう会をね、開こうねって言ってたんですよ、特別公演前に。ね、コロナになっちゃってできてなくって、この間したんですよね、コナーと。それでやっぱその歌詞を改めてこう読むじゃないですか、読むというか見るというか、だからもうなんかずっと2人ですごいねって、深いねっていう話をずっとしてた。そう、歌詞を深め合おう会を開きました。そう、ふみさん、ありがとうございます。気になるでしょこの回、楽しかったよ。天の子のたんとね、開
開きました。そう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 、え、私今もう一個携帯持ってない。ちょ持ってないし、待って、そうなの。私もさ、なんかさ、ちょっと詳しく知らなくって、へえ、あ、充電ある、ちょっと見てみる。そうなの、危ない危ない、音鳴らないで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 、へえ、そうなの。いやー、いやだね、もういつもね、すごい勉強はね、本当に頑張ってるの、本当に頑張ってる姿をね、私もね見てたから、ちょっとまだ内容見てないから、ちょっと待ってね、私もね見れてないからわからないけど、見ますね。ひー、そうなんだ、そっかそっか、そうなの、そうなんだ、そうなんだ、ちょっと待ってね、私もね追いつけてないね。けどね、本当にあの、なんかあのめっちゃ勉強してるの、本当に勉強してて、あの話し会の合間でもしてるのを見てすごいなって思ってました。そうなんだ、そうなんだ、ああそうなんだ、へね、けどね、ついつい萌えかのね情報とかも全然あのいなくなっちゃうわけじゃないから、そういなくなっちゃうわけじゃないからね、全然あのみんなで一緒に応援しましょう。萌えかも本当に、いや今までさ本当にこう活動とさ両立してて本当にすごいなって、そうそうだね、うんうん、みんなで応援しましょう、一緒に。本当になんかすごいなって見てたからさ、頑張ってほしい、てか頑張ってほしいってか、めっちゃ頑張ってるの見てるけどね。スパクルさんファイト、ありがとうございます。萌歌に届きますようにね。両立って本当にすごいよね、今みんなもすごいなって思うけどね。わあ、セグさんファイト、ありがとうございます。ファイト、萌歌に届けファイト、ファイトね、なんかもう応援してます。私も応援してるし、みんなも応援してます、ムーカのこと。クレアさん、はじめまして、よろしくお願いします。お願いします。だから今年、今年ってわけじゃないのか、けど今年オンライン12枚目の5枚目のなあ、うん、ねえ寂しいね、寂しいね。あの気持ちはもうずっと13人なんで、離れていてもって感じだよ、本当に。さこちさんもありがとうございます。うん、特別公演はね、そうそう、楽しみにしててください、本当に本当に楽しみにしててね、配信でも現地でも。もうね、なんかなんだろう、キャパ数、あー、こう何人いらっしゃるんだっていうのを想像するとすごい楽しみなんだよね。楽しみだけど、もちろん緊張もしちゃうけど、それもその分楽しみもあるし、なんかなんだろう、緊張でさあーみたいなならないように、今もう本当にね、コツコツとコツコツコツと練習してますので、楽しみにしててください。そうそうそう、伸びちゃった分もあるしね、1ヶ月ぐらい、1ヶ月ちょい、そうそうそうね。学生のうちはさ、どうしてもね、けどみんなさ、みんな学生じゃん、もうみんな学生だからさ、もうあと5年ぐらいはさ、ちょっと、ね、みんな両立とか大変になっちゃうかもだけど、5年はないか、あるのか、あるのかないのかね、みんなで、みんなで協力して、みんなで13人で一つで頑張りたいと思います、これからのニアジュームね、もちろん。そうそうそう、
頑張ったねってありがとうございます。楽しんでくださいね、ぜひぜひ。そうだよ、あとちょっとだよ。ってことは今日20日、今日20日なんだ。なのに日にち感覚がなかったね。あと10日ですよ、ドキドキですよね。学もお仕事もねあるけど、みんなそれでもね、みんないつも頑張ってるからすごいよ。確かに11月終わっちゃうね、早いよね。特別公演はもうほぼ12月と言っても過言ではないぐらいに、あの月末の夜なのでね、もう12月と言ってもいいでしょうっていうね。そう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 、こんばんは、こんばんは、秋元さんよろしくお願いします。村山優香です。そう、限りなく12月だよねそうそうそうね、そうですよ、そうだよ、私もカレンダーに書いてる。そうだよ、楽しみですね。本当にもう感謝してもしきれないぐらいなね、いつもね気にかけてくださっているのでね。ハロウィンね、本当だよ、早いよね。もうなんか11月すごい、11月入ったって言ってからの記憶がもう早い、すごい早いですね。え、まだ1ヶ月半くらいなの？え、もっと長いようなイメージがあるよね。そう、その前に誕生日ね、誕生日もお祝いさせてください、ぜひぜひ。ご飯もいってらっしゃい。今日ピザの日？いいね、ピザ食べたくなるよ。ノベンバー、ノベンバーだね。13に揃ってほしいな。うんうんうん、だね。そうそう、こんばんは、こんばんは。すごい、あとちょっとで1万人さんだ。ぜひぜひ皆さん、私のルームに来てくださいぜひぜひ見に来てくださーい。いやーわーってね、ぜひぜひぜひ。え、超えた？私の中ではなってないけど、超えたの？やったー、皆さん1万人の方々見てくださってありがとうございます。初めてかも、オーディションをね抜いたら初めてかも。ありがとうございます。ギャー、神川さんありがとうございます。初めての1万人さん嬉しい。いつも皆さん見てくださってありがとうございます。わっ、さくつさんもありがとうございます。嬉しい。しかもあれだね、まだ2時間も経ってないのに、いつもさ2時間でさ、ギリいかない、惜しいねみたいな感じだったから、すごいすごいよ、すごいよ。いつもありがとうございます。拡散も皆さんのおかげですよ、拡散してくださってありがとうございます。わあ、流れ星もありがとうございます。ふみさん、わあ、バラもスパクルさんありがとうございます。嬉しい、なんか5桁なの、すごい、1,2,3,4 5桁もある、ありがとうございます。いやー嬉しいよ。しのさんもありがとうございます。さかつさんもありがとうございます。しゅぎょうむじょうさんもなんて書いてあるんだこれ、頑張った、ありがとうございます。頑張った、皆さんのおかげですよ、これはもう本当に。私の力はもう全然ないのでね。さつききゅうさん、よしさん、ありがとうございます。嬉しい、5桁の5ハーモニカさんありがとうございます。嬉しいよ。他のメンバー言ってた子いるけど、やっぱりいざ自分の身になるととても嬉しいですね。ありがとうございます。嬉しい。にゃおさんもありがとうございます。にゃおちゃんだよね、ありがとうございます。ハマジさんもありがとうございます。ゆうかちゃん、自己不信じゃないの？そうなの？嬉しい、ありがとうございます。スクショしましょう。5桁の5。わー、唐揚げさんありがとうございます。頑張った、
ありがとうございます。1000ありがとうございます。泣かないで、まだまだ配信続けるから、これからもね、もっとねたくさんね、今日は初めての1万人さんに見ていただきましたけど、2回目3回目とどんどん数を増やしてね、どんどんたくさんの方にね、見ていただけるような配信をねこれからもするから、泣かないで。ありがとうございますけど、そんだけこう私のことを思ってくださってるっていう解釈にそくね、ありがとうございます。そう、嬉しい、ありがとうございます。わーがさわー、ありがとうございます、嬉しいよね。やださ、やっぱりこのまだあれだもんね、まだなんだろう、なんていうんだ、ずっと見てる方が1万人ではないからさ、いつかそうなれるように、そうなれることあるのだろうか、なれるように頑張りたいと思います。リアルタイム1万人さんとかなりたいよね、いつかね。どんな配信をしたらいいの、そういうのってわかんないわかんないけど、そうそうそうね、こんばんは、こんばんは、ぜひぜひこれからもよろしくお願いします。はじめましての方も多いと思うので、アコール、アンコール、アンコールってなってる、コールが来てる緑ちゃん、ありがとうございます。嬉しい、緑ちゃんありがとう、きゃー、緑ちゃん、いっぱい名前呼ばせて緑ちゃんありがとうございます。この間お話し会始めましてだったけど超楽しかったですよ、ありがとうございます、 Thank you very much、 ありがとう、嬉しい、こまちゃんしいとこ、イエイ、ありがとうございます、ありがとうございます。私も英語喋れるようになりたいな、英語への道は本当に遠すぎてどうしたものかそんなままのゆかちゃんでいいですか、ありがとうございます、そのままのゆかちゃんでいれるように。配信になるとね素なんだよね、どうしても。でもさ、私ドキュメンタリーとかやったらさ、なんか変に緊張しちゃう人だからさ、いまだにね、長ペさんはじめましてよろしくお願いします、いまだに緊張しちゃう人だから、なんか配信で見てる優香と違うくないかって思われそう、なんかドキュメンタリーとかで見るとなんかね、逆に猫かぶっちゃう、こっちの方が猫かぶってないのよね、実はそうなんです、こっちだと猫かぶらずいけるんだけど、私もなんか猫かぶっちゃうんだよね、なんでかなこっちの方が素なんです、あ、素なんですって、さっきなんかなんだろうね、なんかさ、なんかいい子ちゃんでいいよって思っちゃうんだよね、なんかこうドキュメンタリーとか入ると飾ってしまう、飾らない自分の方がさ素が出てさいいよってなると思うんだろうけど、なんか飾ってるって思われてそう、逆に飾っちゃうの、いい子ちゃんで痛くなっちゃうのそう、ドキュメンタリーで母はあんま出てないかも、そうカメラあるからね、そうこれもさカメラっちゃカメラだけどさ、そうよそ行きになっちゃうの、なんかだから電話で声高くなる
この、まあ、このあれはポーズは古い、これでさ、こう声高くなっちゃうみたいな、はいもしもしみたいなテンションなのよカメラ回ると、あ、はい、ですねなんとかねみたいな、チョコドクライオンは、ね、こういった部分あってとてもいいと思ったんですけど、もちろんね思ってることはあるのよ、あのその思ってることまで嘘ついてるとかじゃないんだけど、喋り方喋り方がねなんかさね、なんかこう、ね、猫かぶるというか飾っちゃうんだよねふみさんありがとうございます、よそ行きボイスですね、そうだけど言ってることが嘘とかそういうわけではないのでね、声を変えちゃうこんな声で、なのでなんとかだと思いましたとかじゃなくて、なんとかなのでなんとかだと思ったからこう思いました大げさにやったね、どうすんとか言っちゃった、家壊れちゃう、そうそうそう誰でもなっちゃうよね、電話の時とか特にねあ家壊れちゃうドンとか言っちゃってそんなもろくないよね、しっかりしてるよねお家はそう、わあアイドルラン1位なの、嬉しい、ありがとうございます、みどりちゃんももちろん他の皆さんもありがとうございますそんなのね、こんなので家壊れちゃうんだったら私今日の雨とかでもう家崩壊しちゃうよ、もうなんか配信できてないからね、 Wi-Fi なんて立ってないよってなるじゃん基本的に私のイメージ陽気で優しい女の子、へえ嬉しい、ありがとうございます、その通りかな、きっとそうでいたいね、お疲れ様です、いや全然全然ありがとうございますね、あるあるだよね、上がっちゃうよねどうしてもね本当だよ、圧力鍋使うたびにさ落ち壊れちゃう、その分立て直す力も力立て直すあれもあるかもね能力も、はあ、久美香さんありがとうございます、わあ何か打ったおうかな、何がいいですか、この1分30秒ぐらいの間決めないといけない、何打っとっかな、自分で掴んだロリーは気持ちといいのでしょう、裏切りも共感も探して合ってない、超辛くらいよ、結果は君だけで決めて、ワンパリは君が鳴らせ、持ち上がりも好きにすればいいよ、かっこよすぎだっては、勝者は君、イエーイありがとうございました、みなさんすごい、たくさんありがとうございます、チャラチャラチャ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 ン、ほら笑ってフラジルも心配なんだよフラジル、ねえ君だけに聞いてほしい、これは二人だけのチャ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 、飛ばしますね、どこかこの、あ、違う、どこの君へ私歌を届ける、涙流したままでいい、聞いて光満ちた世界はちょっと眩しすぎる、手をつないで遠いとこ逃げ出そうよ、私だけ信じてこの歌に委ねて、全部忘れてレッチャイレッチャイ、ここで歌おう、ほら笑ってフラジルも心配なんだよフラジル、空の色はい何色か、はい君に教えてほしい、寂しそうなフラジル、今君に届けフラジル、泣いてたことは秘密だね、これは二人だけの、ありがとうございます、おーおーおーOh, oh, 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 oh.
ちゃ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 負けない絶対あの日誓ったんだもうママもう we can do 誰も知らないみずみずしいこのハートはずっとサンダイヨビオライ君もそうでしょ運命で集まったそれぞれのから同じ音を描くでしょうさあ響いて愛とか恋とかじゃないからやっと夢中になれるものがあったんだ全てを捨てて君に会うからもっと本気で見届けてよ V サイン今は夢を強く夢を歌ってたい止まらないでニアリーイコールジョイ届いてそうだ夢は全部ここにあるおー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 じゃ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 ありがとうございます。皆さんすごいたくさんミラーボールだったりオープンだったりありがとうございました。すごいもう本当になんか何十秒ってか2分3分ぐらいのありがとうございました。たくさんありがとうございます。ありがとうございます。メロ、ね、なんだっけメロでなんだっけメドレー恥ずかしい。もうせっかくいいとこ行ってたのに変なとこで間違えちゃったメドレーありがとうございましたメロディーとめっちゃ混じってんだねいいとこだったよね今絶対ね悔しいメドレーありがとうございましたはいではそろそろお時間なのでメロデーよかった？よかった？皆さんメロデーああやっちまったね。惜しかったね。ね、いい終わり方できると思ったのに。これだから優香は本当にって感じ。もうこれだからこそ優香だよねっていう私ですねありがとうございました確かにメロンの日みたい。本当だね。メロンデーみたいな。メロデーやっぱ谷本当になんか悔しいな。なんか次回のなんかそういうね、なんか決め台詞みたいな時は失敗しないようにしようなんかね、あのね、考えるとね、言葉って分かんなくなるの。そう、なんか不意になんか配信してたりすると分かんなくなるの日本語がなんか何だろう、 1+1 が3っていう、なんかそういうような脳になるの。さすがに分かるけどね、 1+12 みたいな。なんかあのね、ちょっとね、あの脳の機能が低下するのかもしれないっていう言い訳をさせて。では13位の方から誕生日いきますね。13位、さつききゅうさん、ありがとうございます。赤の風船かわいいね。12位、スパークルさん、ありがとうございます。11位、ハーモニックスさん、ありがとうございます。10位、諸行無常さん、ありがとうございます。9位、からあげさん、ありがとうございます。8位、さらなさかなさん、ありがとうございます。7位、ふみさん、ありがとうございます。6位、水軍さん、ありがとうございます。5位、しどさん、ありがとうございます。4位、はまじさん、ありがとうございます。3位、鎖骨さん、ありがとうございます。2位、みどりちゃん、ありがとうございます。くまもありがとうございます。くまちゃんも。そして1位、ごみかんさん、ありがとうございます。皆さんありがとうございましたね。本当に1万人の皆様ありがとうございました。そう、
ありがとうございました。そう、あゆみもね、そう、あのね、あ、そういうとこ似てるんだよね。あゆみもね、なんかね、惜しいところ行ったりするの。二人でね、え、これだっけみたいな、あ、違う違う、あ、こっちかみたいな時もね、全然ある。二人で会話してる時にお互い分かんない時もある。そう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 、気が合いますね。ありがとうございました、皆さん、ありがとうございます。そう、あるよ、なんだっけみたいな、なんかね、あの一文字違いみたいなことがね多い、私とあゆみは。あ、意味かな。あゆみんは、あゆみんはあんまりないかも、そういうあのちょっと惜しい言葉間違いとかはないかな。そう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 、あゆみはね、自分で言ってんの、自分で言ってんのよ。そう、あのね、ちょっと惜しいんだよねって言ってて、私も惜しいんだよっていう。そう、あいみの方ですね。カタカナ間違いがち、私ね、そう、カタカナ、私も間違いがち。肌が触れる、えー、嬉しい、ありがとうございます。そうだよ、あゆみはもうね、ニヤジワイの圧倒的あの美を作り上げてるもう人だよ、あゆみは。そうそうそう、あれでしょ、手、尊いのさ、ギフトがあった時の手、手てみたいなでしょ、あのペイペイみたいで、そう、私その切り抜き見ました。そう、なんかペイペイみたいみたいな、え、テー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 、え、尊いって、尊いから始まって、これこうだんだん言っていったらテーテーになったんですよねみたいな会話して、尊い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 、テー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 みたいな会話をずっとしてたでしょ。見たよ私それ、可愛かった。テーテー、尊い尊い、テー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 みたいな、なんか途中いなかった。可愛かったですね。芸人やだよ、芸人、芸人、芸人枠になっちゃう私。そんな面白いかい。芸人枠にしたらちょっと弱いと思うよ。芸人さんが嫌って言ってるわけじゃないからね、私が芸人枠になるのは向いてないと思うよ。そうそうそう、あ、そう、悟空風にね、そう言ってたね、見た見た、そうそうそう。ありましたね。あと1分半ぐらいだね。ありがとうございます、時間も教えてくださって。そう、ダジャレ戦も、そうだよ、ダジャレ戦も、なんなら私聞く戦だからね、ダジャレも。自分で言うというよりかはあの聞く戦で。皆さん、今日も見てくださってありがとうございました。1週間ね、楽しい休日になりましたか。お仕事の方、バイトの方もいらっしゃると思いますが、あの今日いらっしゃったと思いますが、今日も一日お疲れ様でした。明日から平日、一緒に頑張っていきましょうね。私も頑張ります。あとちょっとで特別公演ですし、ドキドキワクワクの楽しい1週間を過ごしていきましょう、一緒に。それでは皆さん、今日も見ていただきありがとうございました。そして11,718人の皆様、私のルームに入ってきてくださって、見に来てくださって、立ち寄ってくださってありがとうございました。福岡県出身、村山優香18歳でした。ぜひツイッターもしていますし、明日も配信するので、ぜひ気になったら見ていただけると嬉しいです。以上、村山優香でした。今日はありがとうございました。またね、お疲れ様でした。楽しかったです、ありがとうございました。いっぱいご飯食べてね、バイバイ、ありがとうございました。バイバイ、ありがとうございました。